今日は先に肥料をあげようと思うの。水まきはその後にするね。そんな顔しなくても大丈夫だと。今日使うのは化成肥料だからほとんど匂いしないし。でも育成期には有機肥料を使うから覚悟しといてね。植物の種類に合わせてこの固形肥料を適量置いていくの。うん、コスモスとか友禅菊のような秋咲きのお花は今が育成期間だからたっぷり与えなきゃいけないんだけど、逆に開花してるマリーゴールドやスズランにはほとんどいらないの。わからないことは何でも教えてあげるからいつでも聞いてね。この株は元気がないみたい。ちょっと多めにやっとこうかな。残りは明日にして水まきをしちゃいましょうか。宇津木くん、そっちは任せていい？見て、厚木くん、お花のつぼみがこんなに大きくなってる。大きく育ったの初めて。私もなんだかそんな気がしてきた。温室のお世話のお手伝いをしてくれたおかげ。私一人じゃここまで育てられなかったと思う。ありがとう、厚木くん。
そうだね。つぼみがあの様子だと近いうちに開花するかもしれないね。厚木くん、あの約束覚えてる？私のこと好き？Thank you.
あれ、せいや、どうしたんだ？ああ、昼までは暇だけど。それでなんだよ、俺に聞きたいことって。デートだって？まさかせいや、お前デートする相手ができたのか？あ、もしかしてリッカ先輩だろ。てっきりお前にも春が来たのかと思ったぞ。なるほど。サチが喜ぶことといえば、なんといってもウォーターメロンフローズンだな。うん、それそれ。あれをおごったときはいつも機嫌がいいぞ。そうだな、駅前でアクセサリーを買ってやったり、月刊の少女コミックを買ってやったり、露店でクレープを奢ったり、 あとこの前映画を見た時も楽しそうだったな。もちろん俺持ち。あ、そうだ、あとこの間天文沼行った時、ボートに乗ったらサチ喜んでくれてさ、その後結構いい雰囲気になって、あと少しだったんだぜ。そりゃあれだ、しかし惜しかったよな。なんかもう一押しきっかけがあれば。まあな、女の子っていうのはほんと難しい生き物だぞ。おっと、もうこんな時間か。そろそろ出かける準備しないと。ああ、5駅先の町でカパマ2のロケて始まったみたいだから、サチと行く約束してんだ。せいやも行くか？サンキューセイヤ、じゃあな。
厚木くん。遅くなってごめん。本当？よかった。私の顔に何かついてる？厚木くん、お昼はもう食べてきちゃったかな？本当？よかった。私、お弁当作ってきたんだ。厚木くんと一緒に食べようかなって思って。サンドイッチとか簡単なのばっかりなんだけど。厚木くんの口に合うかどうかわからないけど、もしよかったらどうぞ。本当？大丈夫？厚木くん、これお茶。焦らなくてもまだいっぱいあるから、ゆっくり食べてね。
私。私は厚木くんの食べる姿に見とれちゃって。うん、とっても美味しそうに食べてたよ。今日はとってもいいお天気だね。もう夏だもんね。しないで。見て見て、ロッチがもうあんな小さく。うん、さっき一緒にお弁当を食べたところね。うん、そうだね。カップルさんたち、私たちってどういう関係だって思ったんだろうね。厚木くん、どうしたの？急にぼーっとしちゃって。え、それはあのね、私実は天文沼って来たことなくて。
うん、それはそうなんだけど。厚木くん、厚木くん、怖い。私の方こそ急に暴れちゃって。あれは何だったの？流木？びっくりした。さっきの話の続きするね。今日ここに誘ったのは、厚木くんと一緒なら大丈夫な気がしたからなの。この湖の底に今もお父さんとお母さんが眠っているのかと思うと、ずっと怖くて近寄れなかったんだ。さっきの流木もお父さんとお母さんに見えちゃって、それで。厚木くんと一緒だったら大丈夫な気がしたの。厚木くんがそばにいてくれたら、今までできなかったことができるような気がして。同じクラスになる前からずっと見てたんだよ。でも厚木くんは私のこと知らないみたいだったから。ほら、やっぱり。
私、とっても嬉しいの。まつりくん、約束を守ってくれたから。指切り厳慢したんだよ。やっぱり全然覚えてないんだ。いいの、そのことはもう忘れて。それより、あつにくん、今日は付き合ってくれて本当にありがとう。あつにくんとこうして一緒にいると、私すごく安心できるの。